木曜一元のフレッシャーズセミナーを専攻している大井春樹です。重箱とドローンマッピングについてプレゼンを始めたいと思います。まず、重箱内の設備は、ベッド、机、人をダミーにするクッション、スクリーンを、完備して、これをもとに、私は4つ案を考えました。1つ目は、ソーラーパネルでドローンを充電できるっていうやつで、長時間ドローンを運用することが予想されるので、ソーラーパネルなどで、充電できると、いいと思いました。2つ目が、複数のスクリーンを、備えることで、重箱内からでもドローンを操作できる。3つ目が、その長距離移動が考えられるので、人をダメにするクッションで、ちょっとリラックスできるっていうのがいいと思いました。4つ目が、その重箱を見た感じ、木材でできていると思われたので、木に防水加工を施すことで、雨天などの時に対応できるかなと思ったので、防水加工をすることがいいと思いました。以上で終わります。